ワンフライ級キックボクシング世界タイトル挑戦者日本が誇るキックボクサー,たー <music> そしてロッターを倒した男通算136勝を誇りますワンフライ級キックボクシング世界王者スーパー それではこれより試合を直前に控えた選手の方々よりコメントをいただきましょうまずは1アトム級総合格闘技三浦彩香選手お願いいたします皆さんこんにちは三浦彩香です今回アトム級に階級を落としての試合なんですけどすごくコンディションはいい状態です昨日からもう体重もハイドレーションも全部パスして すごく順調です。で、今までで一番いい動きをしています。当日はニューゾンビを楽しみにしていてください。よろしくお願いします。三浦選手ありがとうございました。続いて1アトム級総合格闘技平田樹選手お願いいたします。はい、こんにちは。平田樹です。えっと日本大会選ばれたからにはしっかりみんなが楽しんでもらえるような試合にしたいので、ぜひ当日も応援よろしくお願いします。 平田選手ありがとうございました。<debuted. S 1> 続いてワンフェザーキックボクシングサインシティチャイ選手お願いいたします。君シティチャイが行く3番準準枠とにมีความรู <monster> ้ส I mean, ึกยังไงบ้างかก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นการมาชกในญี่ปุ่นครั้งแรกของผมครับเพราะว่าผมชกคิกบ็อกซิ่งมานานก็ไฟฝันอยากมาชกที่ญี่ปุ่นนี้นานแล้วครับผมก็ตื่นเต้นแล้วจะทําให้เต็มที่ โชว์แฟนๆหมดชาวญี่ปุ่นและชาวไทยและทั่วโลกให้ได้ดูว่าคีฬบ็ e boxing, อกซิ่งที่หนึ่งเป็นยังไงครับผม はい今回、自分にとって日本での試合が初めてということで今、とても嬉しい気持ちと若干緊張しておりますでも、自分としてはキックボクシングの経験非常に長くありますので今回の試合に関しては全く問題ないと思っております全力で戦いたいと思いますので日本のファンの皆さんタイのファンの皆さんそして世界のファンの皆さん応援よろしくお願いしますキックボクシングの魅力を今回お伝えしたいと思います。

日本の皆さん、こんにちは。キックボクシングのホームである日本に戻ってきて、また試合ができることを大変嬉しく思っております。本当に今はこの嬉しい気持ちでいっぱいです。グレゴリアン選手、ありがとうございます。<laughs> 続いて、ワンキックボクシングレジェンド、ニキー・ホルツケン選手、お願いいたします。Hello, Japan. I'm glad to be back after ten years winning my first world title here in Japan, also here. Uh, I'm uh, happy to fight a legend like him, and uh, it's a short notice fight. This first time for me that I don't have to lose weight. I am uh, fighting on 85 kilograms. I'm not scared of anyone of any weight. So I really like this new bodysuit what I have now, and that's the bodysuit of 85 kilo. And I think uh, there's a lot of knockout power in me right now. I'm ready to rumble, and I'm uh, wishing all the the fans a good show. Rus. 皆さんこんこににちは私も日本に戻っててられて嬉しいです初めてのタイトルマッチを経験したのが10年前ここ日本でしたなので再びここで大きな試合ができることを楽しみにしております、えー、期間の短い中で決まった試合ではありましたけれども8 5キロという体重を落とすことなく戦えることになりました今この、えー、体を持って慶応、えー、パワーもかなり上がっていますなので、えー、この試合に関してもひるむことなくこの試合 体を使ってしっかりと暴動を起こしていきたいと思います。ありがとうございます。ホルツケン選手でした。<laughs> さあ続いて、ワン相互格闘技、レジェンド、セクシー山こと秋山芳弘選手をお願いいたします。日本に来て、ニッキー。私も久々に日本で試合することになるたと,とても緊張はしてますし、逆にすごく楽しみにしてます。Uh, どれだけいいものを見せれるか、それと彼が素晴らしい打撃の選手なので。それに挑戦できることをとても幸せに思っています。やるがらにはどんどん。いい試合を見せたいなと思っております。秋山選手、ありがとうございました。<laughs> 続いて、ワンライト級総合格闘技、政治ノースカット選手、お願いいたします。Hey、everybody、um。 I'm very excited to be out here. It's an honor to fight for you guys over here in Japan. And thank you, Mr. Chachuri, for setting this up and won uh, championship. Uh, I'm excited to fight a legend in the sport, Shinyaoki. I've been training very hard and I just want to say thank you all. Thank you, Japan. I love you guys. 皆さんこんにちは日本でで試合できるこことをとてもワクワクしてもしいますこの試合を組んでくださったチャトリ CEO そしてワンに感謝したいと思いますレジェンドである青木真也選手との対戦ということで今は本当に楽しみな気持ちでいますありがとうございます Thank much, you very much. Sage さあ続いて元ワンライト級世界王者青木真也選手をお願いいたします自分が納得したい自分のためにやりたい それが伝わらなかったとしても、構わない1月28日は、自分のためにやる、それだけです青木選手、ありがとうございました続いて、ワンライト級、サブミッショングラップリング世界タイトル挑戦者、トミー・ランガカー選手、お願いいたします Hello everybody、um, First of all, thank you guys for、uh, having me here. It's an honor to be here in Japan. It's always been a dream to come here and to be able to be here. Uh, fulfilling that dream and especially uh, getting to fight here it's, uh, it's like i said it's been a dream uh, thanks kate for accepting the rematch uh, it was a back and forth last time looking forward with the next one um, yeah thank you guys hey まずは本当に感謝の言葉を述べたいと思います。ここにいられることを光栄に思います。日本に来ることを夢に見ておりましたけれども、えー、日本で試合ができるということで夢以上のものが叶ったと思っています。ここで戦えることが嬉しいですし、また、えー、再選を受けてくれてありがとうございます。ここでどんな試合になるか楽しみです。富井ランガカ選手ありがとうございました。続いてワンライト級サブミッショングラップリング世界王者、ケイド・ロートロ選手お願いいたします。 Well, for starters, kanichiwa, Japan. I'm super psyched to be here. Um, last time I was here, I think I was like 12 years old or something, didn't really leave the 7-Elevens too much, but uh, excited to redo it and, and do it proper this time around. Um, you know, I got a, a super tough, tough fight ahead of me, Tommy. It's a, uh, another rematch, I'm very excited for it. You know, when you think about jiu-jitsu, you know, most of you guys know it as Brazilian jiu-jitsu, but you know, before that it was Japanese jiu-jitsu, right? So kind of bringing it back to the roots and uh, yeah, super stoked to be here and uh, excited to put on another performance. え皆さんこんにちはスーパーエキサイティングな気持ちでここ日本にいます前回日本に来たのは12歳ぐらいの頃でまだまだ子供でセブンイレブンにばっかり行ってた記憶があります今回はしっかりと試合をするために整えてきています、えー、またリマッチということでスーパータフファイトになるとは思いますけれども、えー、自分にとってもこの 充実というとブラジリアン充実を思い浮かべる方がたくさんいると思うんですけれどももと,もともとは日本のものであるこの充実ルートルーツに戻って戦えるということを大変嬉しく思っておりますよろしくお願いします well, ケイト・ルウォトロ選手でした <laughs> さあ続いて1フライ級キ,キックボクシング世界タイトル挑戦者タケル選手お願いいたしますこんにちはタケルですえー、っと1のデビュー戦と ワンのタイトルマッチこれが日本でできるということはすごく嬉しいことだしすす。ごく光栄で,すで、まあ、今回の試合あの僕は僕の今までやってきた格闘家人生と日本の格闘技界を背負って必ずスーパーレックス選手を倒して世界最高峰のベルト1のベルトを必ず取るので当日は応援よろしくお願いします必ず勝ちます。武尊選手ありがとうございました。 クク世界ーーにお伺いしまし,し,いいしまょうครับสวัสดีครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้มาชกแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ชกเป็นคู่เอกเป็นคู่นำของรายการในวันที่ยี่สดนี้ก็วันนั้นก็ 今回、自分も日本で試合ができるということでとても嬉しいですしそしてあの今、わくわくしています、えー、とまた1月28日のワ n の大会のメインイベントを任されたということに関してもあのとても光栄に思っています。えー 二十八日はですね、自分としてもベストを尽くして、絶対勝ちをもぎたり、もぎ取りたいと思ってます。Well, thank you very much. スーパー,レッ,ー,パーレック選手、にや、お話を伺いしました。ありがとうございました。<laughs> さあ、それでは、これより質疑応答とさせていただきます。質問がある方は挙手をお願いいたします。えー、武尊選手と、え、スーパーレック選手にそれぞれ伺いたいんですが。えー、どのように勝つというイメージを。 えー、今現在抱かれたける選手からお答えいただきましょうよろししくお願いいたします、はいえーまあ、スーパーレック選手は本当に強い選手なんで簡単に勝てるとは思ってないですけど、あのー、僕はもう泥臭くてもどれだけボロボロになっても必ず勝つということを意識してやってるんで、あので、ーまあ、一番ベストは KO で倒したいなと思ってますけど何が何でもどんな 戦いいいいいしてても絶対勝ちたとと思まますす。ありがうござスーパเอฟซีคาลถามว่าสำหรับไฟครานี้อยากจะปิดเกมยังไงบ้างคะครับก็สำหรับผมแน่นอนครับตั้งใจที่จะมาโชว์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งใจที่จะปิดเกมไม่ใช่ทาคิรุคนเดียวครับที่จะมาน็อกผมผมก็ตั้งใจที่จะมาน็อกทาคิรุเหมือนกันในวันนั้นครับ はい、えー、今回、この日本の試合で、えー、と日本のファンの皆さん待ち焦がれてくれてたと思います、その気持ちをがっかりさせないように自分としても絶対、KO 決着したいと今は考えています、もちろん武尊選手も同じ思いでしょうけれども、自分もその気持ちで向かっていきます武尊選手、今、北照さんの方から、えー、ロッタン選手が回復したらカード組みたいという話もありましたが、そういう発言を聞かれてどう思われましたか そうです、ねまあ、嬉しいことですけどあの次のことを考えて勝てる相手ではないと思っているんであので僕は今スーパーレックス選手に勝つことしか考えてないいなです。す。ありがとうございますスーパーレックス選手に伺いたいんですけども、今、ワンでも活躍されているダニエル・プエル,プエルタ選手が、えっと、k 1で卓球選手と過去戦っているんですけども、その時1ラウンドで KO しましてその試合を見ているのかまた見ていたらその感想とかもお伺いしたいです。 คือถามสุปาเล็กว่าคือคุณดันเยลที่เป็นเป็น <g> น <symbolic orman> ักชกวันแชมเปี้ยนสิบรู้จักหรือเปล่าคบรู้จักครับคือเขาเคยจกกับทาเกรุแล้วก็ตอนนั้นก็เขาชนะนกในในยกแรกคือคุณสุปาเล็กเคยดูวิดีโอการไฟนานหรือเปล่าแล้วแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะ ครับก็ไฟที่แดเนียลปุยตัตชกกับทาคิรุผมก็ดูครับทาคิรุเขาก็ชนะน็อกได้ครับแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่แดเนียลครับผมก็ยังเป็นซูเปอร์เล็กครับはいあのもちろんその試合見ました。でも自分はえダニエルではありません。自分はスーパーレックです。Hi, this one's for Chaturi. Uh, Nick Hackin here with s p o r t s k i d MMA. Chaturi, we know that Rod Tang was meant to fight. Uh, Takeru, but it fell through, Rod Tang's injured. Can you confirm or guarantee the winner of this fight will will fight Rod Tang next? Yeah, I'm, I'm sorry. Yes, well, I'm pretty sure. Yes, I mean, Rod wants to fight Takeru, um, and uh, a rematch uh, between Superlek and Rod in Muay Thai is definitely happening as well. So no matter the result, I think there's a really interesting... Uh, Potential trilogy for Takeru and Superlek, but Takeru and Rotang, but also Rotang and Superlek. I got one for, for Super Sage, Northcut over here. How you doing, man? What's up? I'm doing good. Good to see you here. Um, right, this might be Shinya Aoki's final fight. We just learned. If you beat Shinya, what do you want next? Are you going for that title? Man, I have the same dream to be the champion for one championship. So obviously, Shinya Aoki, he's had. アメージングカリアー、アンドノーフェイスラストファイトーナー、バッティスイビギオプチュニティー、アンドアイゲスウェルシアフェディスファイトゥーそれでは、えー、質問を2ついただきました。まずはチャ,、えー、チャドリーさんに対する質問、そしてその後ノースカットさんに対する質問がございましたので、それぞれ通訳させていただきます。はい、通訳入ります。まずは質問ですけれども、まあ、ロッタン選手が怪我ということで、今回スーパーレッグ たけけになったわけですけれどもロッタンとの次の試合ということは具体的にどのようになっているでしょうかという質問でしたでともちろんロッタン選手本人もタケル選手とのあ試合を熱望しておりますなので今回タイトルマッチをしますけれどもこの結果がどうあれロッタン対タケルというのは組まれることになるでしょうそして、えーまあ、ここに関してですけれどもロッタン、タケルそしてスーパーレッグというこの大きな大きな三角関係がここでまた新たに,に生まれてきますのでこの3人がこれからどういう展開 を見せていくのかというところを楽しみにしたいと思っておりますということでしたそして、政治ノースカート選手へ、えー、青木真也選手がもしかしたらこれで最後の試合になるかもしれないということですけれどももし今回、青木選手に勝つことができたら次はどのような試合を望んでいるでしょうかということで、えー、ノースカート選手もちろんチャンピオンになりたいと思っているので、えー、大きな試合がしたいと思っております青木選手もしかしたら最後ということでそれに関してはもちろん悲しいですけれども これは私にとってとても大きなチャンスだと思いますのでここでいい,試合をしたい,といい試合を見せたいと思っておりますスーパーレック選手とタキル選手の両方にお伺いしたいんですけども、まあ、急きょ試合が決まったということで、まあ、いつか戦うことを見越してそれぞれ対策をしていたのかどうかをお伺いいしたいですじゃあそれではまずはスーパーレック選手にお伺いいたしましょう。 ไฟครั้งนี้ก็รูทตัวมาไม่นานท่าไหรือจะมีการเด้ก็หลังจากทักเกอคุณทักเกอร์นิสเซนสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วก็สุดปลายลก็คิดว่าต่อไปถ้าจะมีโอกาสโชกกับทักเกอแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็วางแผนไว้หรือเปล่าว่าโชกกับทักเกอย่างไรดีใช่ครับก่อนหน้านั้นก็ทางทักเกอเองก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญาในวันแชมเปี้ยนชิพตัวผมเองก็ ยังไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าตัวเองก็ได้ไปศึกษาดูเขาชกแล้วก็พอดีเกิดชกในรุ่นรุ่นเดียวกันครับรุ่นฟลายเวทก็เลยคิดว่าตัวเองก็เลยคิดว่าไม่นานครับไม่นานที่ผมต้องได้เจอกันกับกับทาคิรุซึ่งแน่นอนครับพอวันที่ย8ปจะถึงนี้พอได้ชกกับทาคิรุผมก็รู้สึกดีใจดีใจมากเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ว่า,อ,าอยากชกกับคนที่เก่งอย่างทาคิรุแล้วเขาคือเบอร์ต้นต้นของโลก はいはい、自分としては、たける選手がワンチャンピオンシップ,シップと契約してから、えー、したときにはあまり存じ上げなかったんですけれどもその後タたける選手の試合を。 たくさん見てあの自分も研究してまいりましたでちょうど武、えー、選手と同じ階級であるということから、えー、と自分も必ず近い将来戦う日が来るだろうということを見越してそれを念頭に置きながら、えー、とビデオを見たりそしてそのどんな戦いをするのかを、えー、学んだりしてきましたですので今回1月28日にこの対戦が組まれたということはあの 非常に嬉しく思ってます。あの自分としてはえっ、ー、とかねてからもう強い選手と試合がしたいという試合をしたいという気持ちをずっと持ってまして、えー、で今回この世界的にももうハイレベルなテクニックを持ったタケル選手と試合ができるということであのとても嬉しく思ってます。じゃあ続いてタケル選手お伺いいただけいただけますでしょうか。そうですねあのー。 最初はロッタン選手と決まっていたんであのでずっとロッタン選手と戦うための練習をずっとしてきていたんですけどワン、まあ、あと契約したときにワンのチャンピオンキックルールのチャンピオンのスーパーレック選手というのはやっぱ意識はしていたんであので、まあ、練習はロッタン選手の,あの,の練習をしていましたけどあの意識はしていました。 あの秋山選手とホルツケン選手に質問させてください。はい、あの両選手あの、このミックスルールは自分にとって有利不利どういうふうに理解していますかまたその挑戦する意味を教えてください、はいいはありがとうございますそれではまずは秋山選手からお答えいただけますでしょうか、えー、このミックスルールに関しまして、えーまあ、今までいろんなところで、まあ、やってたのを見ると、まあ、真ん中に MMA が入ってっていうのがミックスルールだったんですが今回は。 ボクシング、えー、キックボクシング、MMA、そういう形で、まあ、打撃が2つ前にポンポンって続くということで、<coughs> やはり、まあ、打撃の強い、えー、日記はやっぱり完全に有利じゃないかなと思う、反面、まあ、3ラウンドまでいけば、私にも武があるんではないかな、そういうふうに認識しております。85kg、は、し、い。Uh, I think Fight lighter, uh, and he always uh, fight with small gloves. MMA gloves. I'm a kickboxer. I fight with big gloves, so I think it's a little bit even. I start with boxing and kickboxing, and then muay uh, Thai in the second round, and then in the final it's uh, MMA. If we get there, so but uh, I'm ready. I'm uh, signed for this contract to fight uh, uh, him, and yeah, I do my best to win. Uh, that's it. <Thank> you. そうですね、えー、この試合に関して私は、まあ、イーブンだと思っております、どちらにアドバンテージがあるというよりも自分自身は、えー、自分が望んだ85キロで戦えるということ、そして、えー、秋山選手はあ MMA の小さなグローブを使うことになれている、自分はキックボクシングの大きなグローブを使うことになれている、そういった自分たちのそれぞれの競技におけるアドバンテージというところをしっかりと活かしていけるというところだと思います。なので、まあこのででここ試合を受けるとということで契約 にした時点で自分はあこの試合やそのそしてルールに関しては納得をして受けていますので、えー、まあ、イーブンということが自分の今の意見です青木選手に質問させていただきます、えー、今回の試合、えー、まあ、伝わらなかったとしても構わない、えー、自分のためにやるというふうにおっしゃっておりましたただ、えー、長年青木選手、えー、戦われてきて日本にファンがたくさん で青木選手の試合を楽しみにしているファンも、えー、今回たくさん会場に来たりペーパービューをご覧になると思うんですけどもそういう人たちに向けてこう何か伝えたいものであるとか、えー、メッセージなどがあれば教えていただけますかはいあのー、僕の客だったら伝わりますからあの僕は自分の客を信用してますからあのー、僕が作り手自ら下に降りてまで 売れるるものを作る気はないです僕が作りたいものを作れば僕の客である客であろう人間は分かると思います、はい、そ,そこに自らこら歩み寄るということはしないとはいあの僕のためのものなんで僕が納得するための試合なのでそれを見ていただけたらと思いますありがとうございますももうう一つちょっと、えーまあ、質問といいかメッセージに近いんですけども、えー 長ワンで戦っていらっしゃる青木選手から今回初めてワンで戦う武る選手にワンでの戦い方であるとか何かそういう部分アドバイスというものがあったらここでお伺いできますかいやあの、おこがましいです、あの彼,が彼が背負っている大会で彼のおこぼれをいただいている立場ですからあの僕が彼に何か言うことはないです、おこがましいと思います。 よろしいでしょうか。では続いてタケル選手にもお伺いさせていただいてよろしいですか。えー、先日、えー、タケル選手が、えー、対戦した那須川天心選手のボクシングの試合がありましたけど、そちらはご覧になられましたか。ちょっと今自分の試合だけ集中してるんで今見てないですね。失礼いたしました。それではよろしいでしょうか。もう一つチャトリさんにも。 はい、よろしいですか。はい、えー、日本にはですね、え、まあ、ライジンをはじめ、たくさんの格闘技、団体があって。格闘技人気非常に高いんですけれども。そういったこう、ワンをあまり見たことがない、日本の格闘技ファンに向けて、こう。どういったところを、こう、見てほしいとか。ワンのメリットであるところ、今一度お伺いできますか。I think there are two main t h e m e s that I think the Japanese fan s will love。one is。one championship represents the very best of the best。 martial artists championship martial arts on the planet full stop um, i have a lot of respect obviously for rizin and k1 and rise but that's the best in japan And one championship we represent the very best of the best in the world across every single discipline so that's number one um, number two i think it's a very very powerful storyline um, especially for japanese uh, fans you know when you have a takeru who's vying to go from japan's best to becoming the world's best um, many, you know, I, I'm half Japanese. I believe in Japan, uh, Bushido culture. Every child in Japan takes Kendo, Aikido, Karate, or Judo, um, and uh, there's a real Bushido, a real Budo culture in Japan, and uh, it's never been revived properly since. You know, 30 years ago with pride. I believe one championship is the right organization in partnership with Rakuten and, and all of our partners uh, to really make a big, big push into Japan using the Japanese superstars and, 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 and working together with the Japanese superstars in, in rallying uh, Japanese honor and glory for martial arts. This is the, the, the real meaning of me coming back to Japan. Um, it, it's a very personal meaning. Maybe some of you know or not, my, 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 my grandmother's side was samurai blood, and so this is something very personal for me. こちらに関しては2つの大きなテーマそしてストーリーがあると思いますまず1つはワンは世界規模で、えー、ベ,スベスト・オブ・ザ・ベスト最高の中での特に最高そして最強を決めるということができる、えー、団体だと思っておりますもちろん K−1 やライズなど日本規模で頑張っていらっしゃる団体はありますけれどもそこからさらに世界を目指すということに関してはワンチャンピオンシップがあ適任だと思っていますそして2つ目、えーここの 中ワンチャンピオンシップの中には素晴らしいとてもパワフルなストーリーが存在していると思います。えー、タケル選手のように日本で最高 を経験した選手が世界に出ていくためのきっかけとなる団体、それにふさわしい団体であること、そして日本ではまあ、子どもっていうのは必ず武道あのまあ、剣道ですとか柔道ですとかこの道というものがつく武道を習い事としてやるわけですけれども、その道がつく武道をやる意味ということをここで示していきたいと私は思っています。 もちろん日本の中でも総合格闘技というのが過去30年間ありましたけれども、ワンチャンピオンシップこそがそれを体現するに値する、そして正しい団体だと思っております。その中でもやはり日本のスーパースターを有して、そして彼らと共に栄光、そして輝きを取り戻すため、それが私にとっては大変意味のある行動であります。また自分にとっては祖母が武士の血を 聞いておりますすので、で個人的な意味もも、あるんですけれどもそういった大きな2つの意味がとても私の中には大きく存在しています。 Uh, uh, often in the future, uh, going forward, um, and and the last thing I want to say is, you know, uh, on a personal level, uh, my mom, um, you know, I promised my mom, um, who's Japanese and born and raised in Japan, uh, that I would uh, bring honor and glory to to to, to her homeland uh, through one championship. You know, the most authentic martial arts organization, not only the world's largest martial arts organization. But the most authentic that represents real martial arts. Um, so I really believe the Japanese fans are for in, a, in for a real treat. そしてもう1つ、えー、とタケル選手のストーリーという話を先ほどしましたけれども、これはこれからあ起こってくるであろうたくさんのストーリーの中の1つであります。私はあ先ほども言いましたように、えー、名誉と栄光を取り戻すという,う義務、そして仕事がじなると思っております。日日本本人でででああるる母母母とも約束をしています、えー、母の母国であるこの国こ 栄誉と名誉と栄光を取り戻すための格闘技の団体、オーセンティックな、本当に純粋で本物の格闘技を取り戻す、これが私の義務、そして仕事だと思っております武井選手にお伺いしたいんですけれども、あのこの前の会見の時にあの。 ワンのやり方の減量を何度か試しているという話をされていたと思うんですがその後、えーと、またシミュレーションはやってみたのかそれとあとやった上で今、あと2日後に体、えー、計量を控えた上での、まあ、手応えみたいなものっていうのをちょっと聞かせていただけますかそうですねハイドレーションテストは定期的にやるようにしていてきもうも午前中に1回テストがあったのでそれをやって。 まあ,体重もあと1キロぐらいまで落とせてるんで、はいるので午前中の検査でも,もう全く問題ないという感じでそうですねあの基準値はクリアしました、はい、あと当日の戻しが確か105%までと決まっていると思うんですがあの当日の体重の戻しも決まっていると思うんですがその辺もシミュレーションはされていいるととううこでですかそうですかそ、あのーまあ、水抜きをしないほぼせずに今回落としているんであのでリカバリーもそこまでないかなと。 ありがとうございますありがとうございました